どうも、モノマネ芸人の村瀬です。そして、横地です。よろしくお願いします。今こうやってありました通り、鳥。僕はですね、生物恐怖症で、生き物は人間と、あと犬と、あとは、僕の知り合いがかってる猫以外がダメなんですよ。だから おもちゃも結構嫌いなんですよ。で、これを触れないことによって、僕はイテオンクラスのチャン・グンをやってます。鳥食ってやるんですけど、あれの時結構発作が起きたんです。鳥恐怖症っていうのは触れる時と触れない時があるんですよ。なので今は多分触れる状態なんですけど、こういうことで結構気持ち悪いな。だから触れます。はい、触れて、いやー、ちょくなー、爆走やー、考えて、おー、やめろって、まあやれるんですけど、これをもう僕は克服したいので、まず今の状態だったら触れます。お前、なんか仕掛けようとするの、ね、これ多分揺れてたら、ね、揺れてたら気持ち悪い。揺れてる意味がわからない。いいから向かせるな、こっちに。うわぁ、なんで手がこうなってんの。こう揺らせるとこう気持ち悪いらしいです。あー、でももう慣れた。あ、大丈夫だ、ほら、あ、もう大丈夫です。もう、でもそれだったら気持ち悪い。え、なんですか。気持ち悪い。うわキャッチするわ。はい、いるわけで。よっしょ、おー、うい、気持ち悪い。ラグビー気持ち悪い。無理。あー、すげえな。これ誰も共感できないんだろうな。なんで共感できないの、これ。どれぐらいの割合いるんですかね、これ。鳥恐怖症？はい、わかんない。 でも俺は月曜から夜更かしで鳥恐怖症。なんでこすんだよ、お前。なんかこのイボイボが気持ち悪いのかなと思った。あー、でも大丈夫だ。イボイボ鳥かわす。おい、俺じゃあ目つぶってるわ。驚かすのやめてよ。あ、驚かさないです、はい、なんかこっちに痛いんだけど。あー、大丈夫。別になんかよくなるの。どうしたらいいんだろうな、これは。鳥恐怖症ってのは、うん、あ、全然ない。全然。これは何の動画ですか、これ。触れるねえよ。いや、指突っ込む。指突っ込める。指突っ込む。気持ち悪い。うわ、気持ち悪い。やめろ、やめろ。俺多分大丈夫だわ。これ俺多分大丈夫だと足から触れるから。やだよー。それは人間恐怖症ですもん。あ、いける。あ、全然共感できない。鳥恐怖症ってこの鳥が無理なんですか。その本物なんかも気持ち悪くてしょうがない。だから僕そういう仕事来たことないけど、ドッキリとかさ、絶対無理だと思う、俺。何もしないですよ。いや、分かったですよ。普通に冷静に考えていけるのよ。痛い。いや、大丈夫、全然。あ、もう触れる時期だ。触れる時期、触れない時期だ。ここでできました。どうすか、うん。俺恐怖症じゃないですか。ということで、私、鳥のお仕事、絶賛、募集してます。いや、でも来ないですよ。親子丼好きだし、唐揚げ好きなんだけどな。鳥系の何かありましたら、よろしくお願いします。よろしくお願いします。復興術。気持ち悪い。気持ち悪い。尋常じゃないですか。余裕ですわ。すげえな。はい、以上。